東京都政の小池都政の下でですね、やっぱこういうところには全く目も触れずですね、間違ったところに 8.5 兆円ですよ、8.5兆円、ものすごい金額ですけども、その予算配分の使い方を決められるのがやっぱり東京都知事ですね。ものすごい権限あります。実はあのプロジェクションマッピングも小池知事がですね、知事査定といって各局から上がってきた予算あるんですけども、最後にあの局長が見て、局長がこんな予算を今年使いたいと思います都知事に説明するんですけども、プロジェクションマッピングは小池知事が予算を増やして特に重点的にやった事業なんですね。やっぱり小池さんがここが大事だって思うところについてはものすごい予算が使われています。やっぱり、こんな使い方は本当におかしいと思いますね。小池さん人権感覚も本当にあんまりあるように思いません。まあ、はい、以上の論理だと思いますよ。都議会でも都合の悪い質問には答えませんし、まあ、気に入らない声には、まあ、無視すると、まあ、だからいろんな問題もそうですね、神宮外苑もそうですし、まあ、いろんな問題が、それを反対するというかですね、まあ、問題点ここだって指摘する声は、まあ、とことん、排除して聞かない、まあ、そんな本当に都政でいいんでしょうかと、私はこの東京都知事選挙で、皆様に問いたいと思ってますし、本当にこの都知事選挙かえって本当にいい機会かなと思ってます。みんなに、東京都どうあるべきか、 8.5 兆円の一般会計予算、私たちが、預けた予算がどう使われるのかと、その配分ですね。蓮舫さんは非正規の問題も取り組むと言ってます。